までに配信しようってなりました。はい、次こっち。いや、なんかこっちの配信主さんが手洗ってくるわ作っていなくなりました。今2カメ状態、イエーイ。みんな、あ、ジオンのところフォローしといてくださいね。やっほー。2カメって大変ですね。コメント読まれへんやん。タケポンハートありがとう。やっほー。みんなびっくりですよね。アイピの配信入ったと思ったらまさかのジオンがいるっていう。イエーイ。ね、大変だ。電車に向かってるよ。待ってます。今日は南梅川開花宣言公演です。ということで皆さん来てくださいね。アイピが若くなって、若くなっちゃいました。ただいま、ありがとう。あれ大変でした。もう絶対痛いやん今の。りょうたこありがとう。わたっちさん、だるまありがとうございます。だるまさんが転んだ。カメラの独占権終了。死ぬ。アイピ押さなくなったねって書いてある。リュウジ、ハート、ミッド並んでるやつありがとうございます。アイピさんここにいます。ひどよりグループワークできます。グループワーク、グループワークね。グループワークってさ、どこの席なんやろ、うん、え、あそこちゃん、しまちゃん。あ、それ、それもしまないな。なるほどね。待ってます。今日昼夜入ります。初 NMB。 え、マジですか。やっとや。嬉しい。ありがとうございます。待ってます。私この名前でやってますって、あのアピールしてください。非通知の電話、うわ怖すぎ。朝から何やったんですか。そう、宅配とか。もう一路。あ、ジャンレジの次のゲスト出ましたか。やっちゃう。あ、愛子ちゃん、ちゃん何が次ジャンレジ。え、いつ分からへん。え、どういうこと。ジオンのやつ。うん、ゲスト出たっぽい。マジ。え、あと誰と。ゆなちゃんやったかな。へー、朝寝て朝起きました。やばすぎる。どんな不健康生活ですか。そう、今電車乗った。あ、待ってます。紫と緑。緑？まだ開いてないのかな。開いてないのかな。なるほど。紫と緑の組み付けます。スカーフ。スカーフ、そう、買えるようになった。そうですよ。買えるようになった。知ってました。今日からですよね。けど。違いますよ、スカーフ。あの、あそこで、あのショップで買えるのはスカーフなんです。スカーフ、ジオンたちが使ってるスカーフだから、両面、うん、あのツルツル素材の両面あるやつで、ジオンな何倍顔でやってるラッキーナンバーのやつは、あのミニタオル。そうなんです。タオルなんです。だからちょっと違うんですよ。そうなんです。だから、え、いかんでも買えるやん、もらえるやんじゃなくて、そうなの、やってるものが違うんです。そうそうそう。だからみんな何倍が若いか宣言来い、来てください。そういうこと。ちょっと楽しようとすな。バレた。リュウジさん、ググーありがとう。こんな目にあったな。やっただよ。明日の N、 あれ、明日させられました。明日じゃないですね。あ、そう、ライブのグッズ出たんですけど、もう激カワやったから、皆さん早く買ってく、あ、間違えた。あの、早くゲットしてください。ゲットしてください。間違えました。今のカットでお願いします。無理やろ、生配信やろ。いや、ほんまに、けど可愛かったんだから、自分で買いたいって思ってん。ほんまに自分で買いたいぐらい欲しいけど、一つ言うなら、血色がなさすぎた。もっとリップ濃いやつ塗ればよかったって思った。え、マジで撮影、オフィシャルのさ、うん、撮影ってあるよな、めっちゃリップの色なくなる。なんかめっちゃ濃くしてるもん。そう、もう濃くしたらいい。濃くしたかったって、濃くした方がよかったなって思った。めっちゃ濃くやってる。めっちゃ飛ぶもん。めっちゃ飛ぶしさ、びっくりした。なんか修正みたいなんで、修正とかでさ、めっちゃなくなるからさ。うん、ひでしさん、ハートありがとうございます。え、それなん。なんか、ジオンの口に何か突っ込むの好き。そう、いつもね、リップ突っ込まれるんですよ。やばいですよね。どうなってるんですか。ジオンの口に教育リップ突っ込むんですよ。ジオン、なんかジオンにグロスを塗るんです。あいか、それをなんかジオンがうんっていう口をするから、
か口の中にそれをえいって突っ込みたくなっちゃって口をね閉じてやってるんですね。じゃそのまま間のところうっ突っ込まれるんですよ、リップのやつを。突っ込みたくなっちゃう、突っ込みたくなる口してるから。どんな口したやめてよ、なんかそんな。もう超突っ込んだ。ゆうか誰もありがとうございます。有馬さんがコロナ、コロクさんレインボースターありがとうございます。全然上手やね。違う、今のはマジで間違えました。あ、違うやん、スカーフの方やん。違う、コメント遅すぎてさ、あれやった、あれやったけど。遠足やん、小学生の今日の公園の髪型まだあれですね。昼は決まりました。いやけど夜にそれしたいなとも思うんですけど、昼にそれにします。劇場の、じゃ劇場の近くのショップで問題、今日から発売なので。ゆうかハートありがとう。ぜひスカーフ持って今日から。スパークショウイチさんハートありがとうございます。皆さんと一緒にスカーフなってるのかなって思ったら嬉しいですよね。嬉しい。始まった時はまだ感染症対策のためとか言ってたからさ、ストローでオロナミン C、 ストローでオロナミン C けど、ジュンも初めて飲みましたよ。ストローでオロナミン C やんきーって言われたんけどさ、どう思う？違うよな。なんか分からへんけど、なかなか見るタイプではない。あれみたいな、なんかストワンストローみたいな。何それ？ストワン、うん、ストワンって何？え、そんなんあんの？ストワンって何？え、なんかさ、うん、歌舞伎町の人とかがさ、うん、なんかストローに刺して飲んでる、うん、よく。うーん、地雷とか地雷の系の人、うん、ピンモンみたいな想像してくれる。ああ、なるほどね。初めて聞いたストバン。マジ？お疲れ様です。美味しかった、美味しかった。え、リップか。何の話？うちはもうコメント遅すぎてさ、あのこれするのがだからな、あのどの話やろうってなって。あ、クロちゃん、クマありがとう。ストロクマありがとうございます。鬼滅がない日曜日にまだ慣れません。オロナミン C めっちゃ好きです。おいしおいしおいし、辛いよな。わかんない。もう来ないでね。どういうこと？逆じゃない？え、ジオも来た。どういうこと？初見？え、うん、一緒や。どういうこと？逆じゃね？って思って。え、どういうこと？って思って。だからジオンが、ジオンがアイカちゃんのファンの方で、アイカちゃんの配信にコントってって、映らんとってっていう意味かと思って。でこっちも悲しいと思って。めっちゃスルーしててんけど。絶対ただの嵐やで。マジでびっくりした。申し訳なと思って。そんなジオンのこと嫌ってる人おらんから。なんかすいませんと思って。もう来ないでね。ジオン沼にはまりそう。ええー、嬉しい。はまっちゃってください。ジオンって、なんか沼る人ってさ、なんで沼るんやろ。うん、その根本的なところになる感じ。うん、そう。なんで沼る人って沼るんやろ。じゃあこっち側？じゃジオンに沼りそうって言ってくださったじゃないですか。沼なんで沼なん？どういうこと？沼って何まず。哲学みたいな。なんかたまにありますよね、こういう疑問。わかる？沼何は思ったことないかも。なんでこれは、うん、じゃこの漢字ってなんでこの漢字になったんやろみたいな、たまにあるやん。それは調べたらわかる。いやけど違うって。まあそういう感じですよ。どういうことか。先生ハートありがとうございます。みつき誰もありがとう。だるまさんがコロナ、ありがとうございます。嬉しい。あー、昨日の劇は大昔 CM ではストローで飲んどったらしい、オロナミン C。へえー、そうなんや。まあ実はそれを思い出してしたんですよ。シーシグさん、あとありがとうございます。歌舞伎町のレジュランで忘れなさいって言われた。あ、追いついてきたで、コメント多分分からんけど。リュウジさん、だるまたくさんありがとうございます。だるまさんがコロナ、スパークショウイチさんもありがとう。だるまさんがコロナ、やばい、経験ほんまに怖かった。危ない危ない、オロナミン C が。え、そう、コメント時差めちゃめちゃ怖。なんか
え、何やりたいですかって聞かれて、何にしよう、しちょっと何あのダジャレみたいになっちゃった、やりますみたいな LINE 来て、早く公園行きたいな、来てください、何やりたいですかって、かもうリハーサルでも髪の毛ボサボサになりすぎて、で、あのもうなんかバーンって感じで恥ずかしいから、あんま髪の毛見ないでください、やりたいやろって話して、めっちゃ静かに締めてる、かわいい、そんなもう音立てていいんだよ、ドーンって終わってるでしょ、すいません。で、何だっけ、トロンボーンチャンプみたいな音楽のトロンボーンチャンプみたいなやつと、リトルナイトメアって言ったんですよ、その2つ、公演頑張ってね、ありがとう、久しぶりに、その2つを頑張ります、どっちかやりたいですって言って提出してあ、やっとここのコメントか、このコメントか、これは分かった、 何かしらのホラーゲームを予定してますって書いてあったから、ありがとう、待ってます、リトルナイトメアになったんやと思って、自己嫌い人だとなんやろ、リトルナイトメアやと思って、嬉しい、いざ配信のとこ沼ったらか、そういう意味じゃないんですよ、沼っちゃってくださいよ、けどなんか沼の人ってなんで沼るんやろって、まだ言ってんのでっかしかも1回ないヨウジさん、ユウクだるま、ありがとうございます、だるまさん、まただるまさんが転んだ、ハマる、え、なんかハマると、え、ハマると沼るってちょっと違うくない、分からへんけど一緒なんかな、気がついたらめちゃめちゃハマってました、なんで沼る人がなんで沼るか教えてるか教えて、知ってるんですか、ひだみちさん、音符ありがとう、沼って抜け出せないやん、抜け出せないように、抜け出せない、抜け違う、ふうはふうと一緒に底なし沼、なんかそんな聞かあったような、底なし、あ、底なし沼のように沈んでいくよ、ビーズのブールで二人とも言ってないねみたいな、 TikTok で流行ってた気がする、いた、もうメイクじゃんけん、あ、じゃあしてる間言いとくわ、あ、オッケー、とりあえずじゃんけんだけ最初、グッじゃんけん、はい、あ、じゃあ失礼します、え、また来た、公演頑張ってください、もう来ないでください、ジョンも来てるかな、もう情緒どうなってんの、応援そういうこと、応援もう来ないでって、どういう来ないでなんやろな、意味を知りたいな、あ、沼、湖より浅い水、あれちょっとガチの沼来てもったんやけど、ね、ガチの沼の説明来てもった、え、ガチの沼、湖より浅い水、ああ、そういうことじゃない、そういうことじゃない、なんで沼るか話すと長くなるよ、教えてください、長くていいから、チョキチョキ、今日の髪型決めてください、今日の髪型決めてください、あの選択肢だけくださって、ちゃんと星様投げてる、ちゃんと星投げてくれてんねんけど、もう来ないでください、優しい、ごめん、ひどいこと言って、どんなあれなんやろな、分からへん、でも分からへん、もう来ないでくださいってどういう意味なんやろ、そのそれがのさ、そう、理由みたいな、それが気になる、やばい、コメントめっちゃ下まで行ってもた、間違えた、なんかありがとう、星投げてくれて、たまに悪くない、ビーズのブー、今日久しぶりに公園入る気がする、マジですか、久しぶりの久しぶりのあれが違うんじゃない何日ぶりですか、よく結婚してのギフト、ありがとう、先生、誰もありがとう、どういうことしますか、出しません、どんまいです、時藤くんに見えた、あ、時藤くんいます、ここに、それコメントこっちにも来てた、マジ読めへんくて読めへんくてスルーしちゃった、時藤くんっていうね、時藤くん、時藤一郎くん、あ、そういうこと、あ、なるほどね、時藤一郎くん14歳、あ、それがフルネームなんや、そう、なるほどね、トキトーって人とそのムイチローって人違う人かと思った、うん、同じ、なるほどね、オッケー、おさむさん可愛い、ありがとうございます、めっちゃ強いね、オッケー、年下やん、ジオンより、そやで、やば、素晴らしい、めっちゃ強いねんで、そういえばスワンボート1位のお祝いでキャプテンの焼肉おごりはまだかな、キャプテンはおごり要員じゃないんですけど、え、まだなん、え、まだなん、え、こないだ寿司おごったよな、ありがとうございました、すみません、こないだ寿司おごったよな、ありがとうございました、すごくすごく嬉しかったですめちゃめちゃ感謝してます
えぐいえぐい後付けのようだラストワン賞おめでとう、ありがとうございます。リハ期間低めつい、リハ期間はジオン下ろすか16,000円、なんかあれなんですよね、あの16,000円、ポニーテールがなんかすぐボサボサになっちゃうんですね。だからポニーテールはリハ期間に向いてないと思ったんです、ジオン個人的には。けど下ろしはなんか10月のね、ボサボサになるし暑いし邪魔、踊ってる C 賞とだから公演頑張ってる、もう来ないでね、こっちも来た、やっと多分上追いついた、追いついたっていうか多分そこまで行ったやっと10月の A C 賞と、じっちゃん沼ってるもの、沼ってるものは絶対ゲットしないと、沼ってるもの何やろう、これはちょっとかまととかまととってさ、どういう意味やったんやろ、なんか YNN って言ってたよな。今日も朝からテンション高い、そう今日なんかテンション高いですよ、あの今日ジョンが先についてて劇場に、アカネちゃんが後から来たんですよ、あおはようってめっちゃルンルンでスキップしながら中の人が激ルンルンでした今日、何もそんな嬉しいことなかったし、あの逆に朝早すぎて眠いってあれやったのに30個一番くじあれでした、今日前で見て祈ってくれんわら、祈ります、わかりました、ツンデレやな、同じコメント来てる、買わなくてどうすんねんって、運命感じちゃった感じですか。ジオンの沼要素はいつも明るくてキャピってるの、キャピってるしね、キャピってるのにたまに真面目モードに入ってる、正当だよこれ、沼、それが沼要素なんですか、中の人が30個も買ってるそれみんな沼ってるん、買わないと、へえ、なんかありがとうございますやっぱたまに真面目モード、たまに毎日真面目ですよなんか見られた、真面目じゃないみたいな感じの 見方で今日超久しぶりに公園お邪魔します、思った、待ってますね、見つけます、フロフキ大根です、リュウとかわいい、ありがとうございます、ありがとう。アイピテンションハイやって。なんかそんな歌なかったっけ？テンションハイテンション。ハイテンション。ハイテンション。ミックスクワップ。スカーフ。完売。完売じゃない、販売。やばい。だけどラッキーナンバーターゲットは。販売なん？違う、販売を間違えて完売って、ね、びっくりした、ラッキーナンバーターゲットは継続だよね、なくなるとは聞いてないです、聞いてないです、ラストワンまで、ね、先生かわいい、ありがとうございます、痛いだからねえ、こっちも入れるんよラストワンまでね、来週大阪行きます、あ、公演来てくださいよ、普通にまとめ買いじゃなくて、普通に確かにマイキー通り部 A の炭治郎、通り部めっちゃハマってますよ、で、まあ、あれが沼なんかな、まとめ買いの時にD やめたくてもやめない、それな、確かにの、じゃあそれかもしれん、ジオン昨日漫画読みました、手にしました、かゆくて書いてます、エピは鬼殺隊になるか2位になるのどっちがいい、ダイコはムイちゃんの通行になる、通行になって最終のもう沼に来ないでね、でムイちゃんを守る、マーチだから鬼殺隊、ゆうじさん音符ありがとう、最近金子さん可愛くて沼ってるやって、金子さん金子さん可愛くて沼ってるらしい、時差でえってなっちゃった頭で理解するまでにちょっと時間かかってもうた、金子さん、金子さん可愛くて沼るとかあるの金子さんファンってこと、えぐ、これから公演とかさ、ジオンラジオじゃなくて金子さんに会いに来るとかってことかな、もう出でええよ心待ち今日は出でやるかなやばすぎるおもろい、今日は推し出てくるから、おもろかった、出演メンバーに金子さんみたいな書いてなくても金子さん出るかもしれんからえぐ
もう出れになってしまう。お前たちちょっと思われてないか心配、心配、こっちが心配です。公演終わり、あ、そうや、そうや、思ってはないけど思ってます。田中さんのあれあるやん、お見送り終わりの時にさ、うん、等身大パネル、あああれであれやろ、あの後ろ向いてツンみたいな、ほっぺツンとか。ハート。あの加工とかでさ、うん、なんかふわふわしたハートのみたいなやつになんか好きが止まらない。おもろい。金子さんが見ててそれやんの。ちょっと嫌かも。ヘイハチさん、シンシグさん、ハートありがとう。え、本人もおんの？そうなん？毎日おるの？毎回おんの？へえ、すげえ。そうなんや。たまにやと思ってた。じゃあお見送りとかのためにってことか、すごいな。へえ、すげえ。カルちゃん、ハートありがとう。それって給料出んのかな。そこ？ちょっと気になっちゃった。違うとこでもらってんじゃん。大体いるけど、寝るかな。あ、そういうことか。やすさん、かわいい、ありがとうございます。え、誰かメイク行ってくれてるかな、ジオンのところ。え、分からへん。でもまだ時間は一応、あ、ほんまに、うん、半回、誰かメイク行ってますように。スカーフとスカートの言い間違い、え、まあ、あれめっちゃおもろかったよな、深夜にバイクバッチュースよな。なんかジオンがね、ラッキーナンバーターゲットのあれ言うときに、このスカートって言ってスカーフを取り出して、スカートって言い間違えた上にスカートをじゃなくてスカートを、そう、めっちゃ上がってて、お弁当、お弁当、あ、ありがとうございます。え、こんなんあった、あ、あったわ、これ見たことあるわ、これ、はい、はい、ありがとう。ジオンも同じ、同じ、はい、ありがとうございます、ありがとう。ね、誰かさ、あのジオンのところさ、メイク行っといてって言ってくれへん、はい、誰か行ってるかな、誰でしたか、あのメンバー、ゆきのとか、あ、お願いします、ごめん。めちゃめちゃスカートそれ、そう、あれやばいよな。そう、それの動画をなんか深夜にジオンが何かに送ってきたの、 TikTok でなんか流れてきて、え、こんなこんな言い方してたんやと思って。そう、おもろくて、そうで、ジオンが送ってきて愛花に、うん、でも二人でゲラ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 笑いながら、しかも電話じゃなくてこっちなんですよ。そう、うちの方やのに、それでゲラ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 笑いながら二人で、ほんまにやばかった。ボイスメッセージとかもしてた、笑ってる時にみたいな。マジでおもろかった。ごめん、強かった。マジでおもろかった。やめてよ。もういや、マネせんといて、もうマネせんとって、マネせんといて。つかさん、ハートありがとう。ザワさん、ヘイハチさん、ダルマありがとうございます。ダルマさんが転んだ。うん、おもろかったな。半年ぶり、あ、思った、もう場面の返信を見ました、待ってます。髪の毛ボサボサなんやけど、髪型何にしよう、愛花ちゃん何にするの、決めてない、うん、何にしようかな。うおー、マイティ沼な気がするやって。沼？え、どういうこと？マイティ、マイちゃん？うん、タケドンさん、ハートありがとう。知らん。マイちゃん、沼なんかな。そうなんや。でも彼女にしたらめっちゃ沼なタイプだと思う。あーね、どういうとこが？え、知らん。ちょっと男の人の気持ちは分からへんけど。確かに。でも沼そうじゃない、うん、めっちゃあざとそう。確かに。うわー、何それ、する。これでいつでも沼る準備できてます。え、沼、沼じゃないの。あ、言われたやつはやらないんで。どっちなんやろ。ここにコメント欄に書いてるやつは絶対やりません、
死ぬ。うわ言われたらやりたくなくなる。おもろ。ナンバ到着してよ。わ早ったら束縛とか大変そう。確かに。え？ん？速度？えなんか言ってなかった自分で。えでもめっちゃ束縛すると思う。じゃあ逆線タイプ。マジ？うん。えされるのも好きなん？えうん。したいしされたい。すごいな。なんか怖い、束縛されへんかったら。逆に自分のこと愛してないみたいな、そんな感じ、うん、あそういうわけでもなく、あそんな感じ、そんな感じ。うーんそうなんや。束縛したいし束縛されたい。えすごいな束縛。いやジオンマジ、うん、なんかな、な、なになんやろ、なんでなんやろ、なんでいいか分からんけど縛られるの嫌じゃない？なんで？やっぱり噛んだ今。縛られるの嫌じゃない？そう。まあ逆の人もおるんか。人間ってすごいな、なんかなんでみんな違うんやろ考えが。なあ。確かに。何笑ってんねん。と思って。後輩にパシ違います。違います。そんな感じじゃないです。笑いメスボイスメッセージくさ、ほんまにおもろい。えめっちゃ遅いねんジオン、ほんまに。すごい。ジオン若いから朝から元気やね、羨ましい。全然そんなことないですよ。朝苦手なんで。ちょっと待って、イントネーションどうしたの？やっぱり。いや乗り越えれるからって思ったよ。イントネーションどうした？苦手なんで。マジ誰？めっちゃ笑ってしんどい。もうやめてよ。もう引き笑いなんまり。ガチでしんどい。いやもうほんまに嫌。マジで嫌や。やばい、引き笑いなんまりって、まあ、引き笑いじゃないですよ。苦手なんで。いや一回積もったらもう無理なやつです、気温は。あーしんどいしんどい。あーむろ、あーほんまに疲れてる。昼夜あの兄さん疲れてる。それよ。ほんまに最悪。今日この配信で笑いすぎ。ナイティはインスタのリールがマジでいい。あ、そうなんや。ナイは付き合ったら一番楽しそう。終わります。やっぱそうなんです、ね、ですけど。え、じゃあジオンも終わります。あー、30分ぐらいやってる。あ、マジ？知らん。ね、笑い方。あね、怖い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 。ホラー映画やん。はい、あってことで終わります。13位すずさん、ありがとうございます。ストップ、はい、いきます。13位つかさん、ありがとうございます。12位ルパンさん、ありがとうございます。11位ひでみちさん、ありがとうございます。10位あすかちゃん、ありがとうございます。9位かるちゃん、ありがとうございます。8位しんしぐさん、ありがとうございます。7位ようじさん、ありがとうございます。6位スパークしょういちさん、ありがとうございます。5位おさむさん、ありがとうございます。こんにちはじゃない。まるまるさん、こんにちは。いや、挨拶の時間。怖い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 。え、いきます。4位ゆうか、ありがとうございます。3位やっさん、ありがとうございます。2位先生、ありがとうございます。そして第1位はじかじかじか、ランキングがあった。え、待って、なんて。コロクさん、ありがとうございました。コロクさん、ありがとうございました。いつもありがとうございます。
怖いってしんどい、おもろすぎるやろってことで皆さん、痛い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 、ちよんたまにシリになるからほんまごめん、どういうこと、シリになるからほんまごめん、13位しのちゃん、ありがとうございます、気になるとこ多いな、12位おずまさん、ありがとうございます、11位ゆうさん、ありがとうございます、 MC のやつ確かにありですね、10位みものさん、ありがとうございます、あいかちゃんおらんかったら伝わらへんって、9位ことさん、ありがとうございます、8位マスオさん、怖い怖いって言われそうで、あいか壊れたね大変ですよ、ねえもうやめてよねえはい、7位7位ゆけさん、7位ゆけさん、ありがとうございます、6位ほのかさん、ありがとうございます、5位ひろさん、ねえなんでそんな詰まってんの、じゃあこんにちはもうええってもうええって、はいこんにちは、ありがとうございます、ごいひろさん死んでます、ありがとうございます、ジョンが明日家出た時は雨降ってなかったです、けどわかんない、トップティーのおしょうさん、ありがとうございます、配信ありがとうございます、ありがとうございます、頑張ります、そして1位のちゃん、皆さん、今日来てくださる方はジオンの生誕期、ジオンのペンライト、ジオンコールでよろしくお願いしますありがとうございました、バイバーイいきなり終わるっていう